はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。エモエモン様、伊達の桜様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。支部長通達活動報告の顔写真は下から撮らないでください。上からカメラこうじゃなくてこうやって撮ってください。顎が膨れて、老けて、見えるんで、よろしくです。藤川博明高等区支部長と石井健一郎、健一郎の件間違っちゃった、水戸支部長が戸籍公開いたしました。自主的な戸籍公開ムーブでパヨ議員に圧力をかけましょう。WBC、ワールドベースボールカップですか、日豪戦で大谷翔平がホームラン、20代と思われる女性がキャッチ、周囲にの観客にですね、こうまあボール回して写真撮らせてあ、げたんですね。で、普通の複数の観客が手に取って撮影しまして、その後キャッチした女性にボールを戻したと。この映像がですね、世界中に流れてですね、FOX スポーツさんなら、アメリカじゃありえない、争奪戦が始まってもおかしくない、つまり女性に戻ってこない、アメリカだったら逃げちゃって、持って逃げちゃって、これは簡単ですね。日本人は全員皇室を総本家とする親戚だからですね。そんな奪うようなことしない。河野太郎、どんどん国籍与えて日本人になってもらうをやったら、女性にボールが戻らない普通の国になってしまいます。地震のたんびにですね、略奪と暴動と物資を奪い合う普通の国になってしまいますね。お母さんが日本人の小野田君参議は歴史とした我々の親戚であります。河野太郎の方がよっぽど親戚じゃねえなこいつ、親戚かよ本当に、疑わしいレベル。親族会議を開いてですね、破門したいですね。参院選にですね、機械一生を擁立した新党国盛を私が許せなかったも理由もこちらであります。日本人皆親戚だから、日本人の血が一滴も入ってない人を議員にしてどうすんだよ、普通の国になっちゃうだろうか、思います。小西文書について総務省国会答弁が卑怯卑劣、さらに野党の論点ずらし、作成者は記憶は定かでないが確実な仕事を心がけている、文書が残っているのであればレクチャーが行われたのではないかと言ってます。で、まあ伝聞ですね。高市大臣、レクがあったかないかじゃなくて、その紙に書かれてる内容が間違いだっつってんだろ。福山、紙があったということはレクはあったんです。そしたらこの紙捏造じゃないですよね。何言ってんだろうなこの人な。これテレビでバババって流されたら、よく考える暇もなく流れちゃうんですね。この人はというより、このものは、人ですかみたいな。一般意見、それってあなたの感想ですよね。作成者を証人喚問すれば解決。偽造を疑われてる文章を書いて確実な仕事とはこれいかに。文書の正確さが問題になってるのに、正確だという根拠が文書が残ってるからだって何言ってんの。もうこれから文書じゃなくて全部映像で残せ。断言できない以上作成者呼んで聞くしかない。結局事実なんてどうでもいい、高市がやりたいだけ、総務省は何がしたいんだ。総務省、作成者曰くって言ってましたけれども、48部分中26部分で制作者作成者不明って発表してただろ。判明してる作成者にだけ聞いたのかな。形って落ちでは、総務省にとっての勝利は事実か偽造か確定しないままうやむやになることですね。事実なら機密漏洩、捏造なら文書偽造、どっちにしても身内から犯罪者発生しちゃいますもんね。さらに総務省のメンツは丸つぶれと。なので、記憶は確かではないが、性格を心がけている。こんなね、当然でしょ、公務員だったら当然でしょ。威張ることじゃない、当たり前。文書があるからレクはあったんじゃないですかね。憶測推測、これで辞職を迫ってんだから、盛りかけの時と同じですね。
これはですね、作成者本人を証人喚問してもですね、記憶にございませんの一点張りで、捏造とも事実ともわからないっていう状態が続くんじゃないかな。高市さん、レクがあったかなくったかじゃなくて内容が間違ってるって言ってるんだろ、そんなこと言ってないと断言しておりました。これ放送法の解釈の違いで、一つの番組が、気に入らなくても局全体を停波できるようにしようかみたいな内容ですね。そんなこと言ってない。柳田法務大臣失脚の教訓は本当に言ってない場合しか言ってないって否定できない。なぜなら言ってないと否定して後からじゃじゃーん録音ありますって言われたら立場がなお一層悪くなるから。バカ福山の謎理論、文書があったってことはレクがあった、じゃあ文書は事実、何言ってんだこのバーって話。こんな謎理論ですね、論点ずらしで納得すんなバカしかいませんけれども、安倍側から高市側にジョブチェンジしたどうしようもない連中はこれ見て喜ぶんでしょうね。治療不可能、予後不良だと思います。靴沢動画見てるようなエリートさんはこんな嘘、謎、理論通じませんよね。小西文書で一番追い詰められてるのは総務省かもしれないですね。冷や汗ダラダラでは、今日の小西博之、バカは幸せだなってつくづく思いますけれども、私に対する組織的な攻撃があります。法的措置を取ります。組織的、それはひょっとして日本人という組織でしょうか。一般意見、もう病気では。加害者が被害者ぶってんじゃねえよ。出たよ法的措置、お前やばくなるとそう言い出すじゃん。聞いてる聞いてる、組織の名前何、お前人気者なんだろう、攻撃されるはずないだろう。被害妄想です、いつもお前を見張ってるぞ、永田が呼んでるぞ。永田メールの永田さんすかね。永田が呼んでるぞ、やだ怖ーい。永田メール事件の永田衆議は民主党から追放されて頭がおかしくなって自決しちゃったけど、小西の頭はですね、カンストしてまして、これ以上おかしくなりようがないんですね。ですんで永田議員みたいになりそうもない。足立康、訴えないので弁護士と相談しますって私を脅迫してましたけども、小西と足立やっぱり似た者同士、すぐね訴えるぞってダチョウクラブかっつうの。弁護士と相談した結果の続報まだなのかよ。あれ以来すっぱりだんまり決めこっちゃって、卑怯だと足立康氏かかってこんか。か弱い一般人の靴沢に。権力者なんだろさ。コラボ問題、住民訴訟続報。昨日ですね、原告の暇な一般人男性、法廷で意見陳述、全文が公開されておりました。ちょっと画像が荒くて見にくいんですけれども、一人8000の食事代やら、遠征宿泊費やら、党が認めて、まるでコラボは公金を好き勝手使ってるじゃねえか。この訴訟でコラボの公金の使い方が明らかになることを望む、だそうであります。東京都とコラボの時間稼ぎ失敗を希望いたします。10年も20年もやってないとさ、みんな忘れちゃられちゃいますからね、忘れちゃいますからね。岸田総理の学歴コンプレックスがひどいと判明。記者、僕も早稲田っすよ、ヘラヘラ。岸田、いや僕は開成だから、開成高校だからお前より偉いってことかな。一般意見です、どんだけ学歴コンプなんだ。改正バリア発動。改正で早稲田ってひょっとして落ちこぼれじゃ。いまだに学力でいじけてるのマジ、どう見ても自虐。岸田家は東大以外ダメなんやろ。記者も改正だったら中学でマウント取るんかな。65だよ総理。早稲田でコンプレックス持たなくてもいいんじゃねえの。なんか気の毒で何も言えないですけど、早稲田に引け目感じて東大法学部だらけの財務省に意識してんですかね。早稲田出身者はバカにしてんのかって怒っていいですよね。密かに岸田総理65にもなっていまだに学歴コンプ、18歳で受験するんですよね確かね。何十年経ってると思ってんの。田中角栄の最終学歴は中央工学校、これは北区にある専門学校ですね。岸田はもっと胸張れ、財務省に操られんな。何十年コンプレックス抱えてんだよね、解消しろよなんとかさ。最高権力者にまで上り詰めたんだから、学歴ひょっとしたら関係ねえなって思えないのかね。細谷雄一、慶応大法学部教授、戦争反対っていうなら中国と北朝鮮に言え、日本が攻めるより攻められる蓋然性が高いのは明白なんだから現実見ろよ。
パヨソット寺もしくは月光案件ですね。一般意見です。北朝鮮行ってミサイル反対でもやれよ。日本は悪い国だと思い込んでるから。日本が攻め込むと思ってるパヨは頭おかしい。無抵抗で降伏しろってのがパヨ。パヨ的には攻められる方が悪いんでしょ。そいつらただのスパイと。パヨ噴死。いやいや、それぐらいで噴死するようなやつはパヨってないんだよな。平和活動と称して防衛妨害し、日本を無傷で人民軍に差し出したいのがパヨであります。それじゃただのスパイじゃないか。その通り。パヨはスパイです。確信犯もいれば、無自覚にやってる、バカパヨもいますね。操られて、洗脳されて。日本が核研究続けるのが怖くて、半原発に必死なのがパヨ。欠陥があろうとなかろうと、オスプレイ反対って、こちらはパヨの妨害、防衛妨害事業。防衛妨害部門。フェミ仮面つけて、恋愛妨害。結婚妨害の男女分断を図ってるのは日本人を減らすためですね。ですんで、フェミは決してですね、隣の国のことを悪く言いません。絶対悪く言わないのね。なんだか知んないけどね。なんでかな、スパイだからです。あいつらスパイです。利益のためにスパイやってるのもいれば、日本人じゃないやつも多数おりますね。というわけで、メール党員さん大募集であります。メール党員になって日本改革党をご支援ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。